毛利皇帝は、長州藩一門画廊である、宇田毛利氏への七大当主。意味川はじめ正したちとする資料、書物などもある、後公正し。別名に、公豊か。教法年七月、長府藩主毛利京広氏の三男として生まれる。母は、側室の言い出し。教法十八年、休止した、宗家一門、宇田毛利弘信の家督を相続する。 官報二年、藩が幕府より利根川鉄大武神を命じられ、総武行を務める。延教四年と法暦二年に公白において改作を行う。法暦元年、同母帝の毛利忠隆氏が長州藩主を相続したため、弟に仕えることとなる。法暦三年、重成に当職に任命され、 死犯から養子として藩主に迎えられ、宗家の一門家老たちと対立しがちだった重成を補佐した。法歴四年に一旦、財政再建の任に耐えないと職を辞職すも、同年過半役となる。当職辞任は、同年重成に批判的であった一門があろう。阿川元都博広官が処罰されたことに対する判内の批判を考慮してのものであった。法歴八年。 犯罪の増加による犯罪性悪化を受けて当職に復帰する。法歴11年法歴検知を実施し、増収入は藩の財政に繰り入れず新たに設けた部育法の収入とし、改作や植産工業の資金とした。明和6年8月26日死去。去年51。ありがとうございます。